皆さんこんばんは、銀次です。お久しぶりでございます。とはいえ最近ライブはよくやってたので、ライブにね来てくれてる皆さんにとってはお久しぶりっていう感じでもないと思うんですけど動画しか見てない皆さんとはお久しぶりでございます。ということで、ついにね、私の大嫌いな夏がやってきたということで、まあ、この時期になると、まあ、最初にするのが、まあ、キャンディーズの夏が来たを聞くっていうことと、まあ、来年、あ、じゃあ、去年からですね、このね、今持ってる、このユニクロの、なんだっけ、エアリズムの、このユニクロのエアリズムの T シャツを買うようになって、めちゃくちゃ涼しいんですよね、これが。吸収早くて、乾くのも早いっていうやつだから、これを去年から着始めて、もう今年はですね、もう日焼けも一切したくないし、もう太陽光一切浴びたくないし、汗もかきたくない。なので夏がどうして嫌いかって言ったら、もう汗かくから嫌いなんですよ。汗かかないんだったら全然ね、暖かくて、日差しもね、カンカン照ってて、キレ強くていいんですけど、まあ、暑くて汗かくから、それが嫌なんですね。ということで今年はもう絶対何が何でも快適に過ごしたいっていう願いを込めて3つぐらいアイテムを買いましたのでご紹介したいと思います。まず1つはこれですね、ボディーシート。まあこれメンズビオレのやつなんですけど、本当はギャッツビーのやつが欲しかったんですけど、なんかたまたま手に取ったらこれだったんで、まあね、メンズシートクールなやつも超なんか。これのもう一つね、側がついてたんですけど、その もう一つのパッケージの方にはね、もう氷のキンキンに冷えたよね、デザインがされてて、これを打って、まあ汗ね、拭いてスースーするっていうの、まあこれがあるじゃないですか。これと、まあ、この、キーナイス。キーナイスのハンド扇風機。これが、ね、結構いいんですよ。これが多分マックスなんですけど、これ結構風量が強くて、ストラップがついてるんですけど、首からこうやってかけて、ハンズフリーでこれずっと、首からかけてずっとハンズフリーで使えるんですよ、この扇風機。で、これも去年の夏買ったんですけど、職場でずっと使ってて、皆さんほら、職場とかだと寒いっていう人いるじゃないですか、エアコンつけてると。寒いっていう人がいるから、その人はもうね、年がら年中厚着して中にヒートテック着てくださいと思うんですけどそういう人たちがいるから、やっぱりちょっとエアコンの温度を高めにするともう暑くて耐えられないから、自分専用のこういう扇風機が、でこれあると、まあ駅のホームでね、電車待ってる時もこうやってちょっと浴びれるし、まあすごいぬるい風が来ますけど浴びれるし、あとめちゃくちゃ役立つのが、カップラーメンとか作った時に、カップラーメンが熱すぎて食えないときにね、これ箸でこうやって麺持ち上げて、これでブーって冷やして、フーフーしないでも、これで冷やしたらそこで冷えるから、めちゃくちゃいいです。1600円ぐらいしたんですけど、この間ね、同じやつ見たら1200円ぐらいに値下がりしてました。めちゃくちゃおすすめ。やっぱこういうやつでね、風量が弱いとか、バッテリー持ちが悪いとかだって良くないですからね。確かこれはマックスに風量しても2時間ぐらい持つやつだった気がするから。でしょう。もう一つ今年から新たに買ったのがこちらでございます。アイスノンシャツミストということで、アイスノンのね、この服にかけるやつなんですけど、まあこういうのって前から売ってて気にはなってたんですよ。でも服にかけるやつでそんなに効くかなって感じで、まあ、やってみたら案の定そこまでじゃないんですよ。まあ、振るところは帽子の中とか、こういう服の中とか、あとはパンツの中とかが、で、一番効くのが靴下の中なんですね。で、まあ、マスクの中も効くんですけど、マスクの中つけると効きすぎてちょっと息できなくなるから、マスクの中はあんまおすすめしないんですけど、まあ、服の内側、帽子の内側、下着の内側、で、一番効くのは靴下の内側ですね。これも、ね、あるよりはない方がいいかなってくらいのもんですよね。白本厚さって、しかもこれじゃないやつを俺買いたかったんですけど、これしか売ってなくて、薬局通
通勤途中の途中にある薬局にこれしか売ってなくてこれ買ったんですけど、まあ何とも言えずないよりはマシかなっていうぐらいで、これが300ミリリットルか、内容量300ミリリットルでだいたい500円ぐらいかな。でこれは30枚入りです、3、400円ぐらい、300円、400円はしないかなってぐらいかな、うん、っていう感じで、もう夏はね本当に嫌いだからねえ今年はこれらのアイテムでもう絶対的に涼しく過ごしてやろうっていう心意気でございます。プラスアルファでね、このハッカ油っていうやつ俺何年か前に買ったのがずっと残ってるんですよ、使わなかったから。これはね相当効きますよ。で風呂のね湯船とかにポチャンって入れたらめっちゃ風呂の湯船冷たくなるしスースーしてくるみたいな、うん、でもちょっとね使い道が今んとこ難しくて、なんか残ってます、ずっと何年も発火油。今年の夏はこれらのアイテムを使ってもう絶対的に涼しく快適に過ごしてやろうっていうふうに思っていますところで皆さんね、私あの最近ネットフリックスを再契約して見始めたんですよ。でライブ配信してる時に、まあ視聴者の皆さんがこのドラマ面白かったよとかこれ面白かったよっておすすめしてくれたやつがあるんですけど、その中でね最近見て一番面白かったのが AJ& クイーンっていうやつなんですよこれはルポールのドラッグクイーンっていう、ドラッグクイーンレースか、まあ、あれでおなじみのルポールが主役として出てて、まあニューヨークに住んでるドラッグクイーンがひょんなことから10歳ぐらいの子供と一緒にまあいろんな州を旅してドラッグクイーンのショーをするっていうストーリーなんですけど、めっちゃ面白かったですめちゃくちゃ面白かった、めちゃくちゃ面白いけどね、あれシーズン2が制作されないこともう打ち切りが発表されてるみたいで、次回作ないみたいなんですよね。まあそんな感じでいや本当は今日はあのユニクロ行ったりニトリ行ったりしてちょっと夏用にいろいろ服とかあのこう買いたかったんですよ、布団のシーツとか。だけどちょっと雨降ってるから今日もう傘さすのめんどくさいと思ってやめちゃいました、行くで。いつも通りね47度の湯船に浸かって半身浴してライブしたりしてたんですけど、まあなんせとにかく最近あのライブ配信をよくしてますので、皆さんねお暇なら来てねっていう、来てねっていうことで、来てねマークで、うん、そんな感じでございますということで、次回の動画も見てくださいね。じゃあね。